この店は。ハーシェル雑貨店。ああ、もしかして。
取り戻した会社の経営権をフル株の社員の方に
申し遅れました。学芸員のドロテって言います。噂の第二分校の生徒さんたちにこんな形で会えるなんて。改めて帝国博物館にようこそ。Thank you.
てるね。ちょうど休憩時間みたいだな。それじゃ入るとしようか。ようこそヴァンダール連舞場へ。よく戻りましたね、クルト。3ヶ月ぶりになりますか。まあ、お美しい方ですね。お前の姉ちゃんか。めちゃくちゃイケてんじゃねえか。ただいま帰りました、母上。お母さん？マジか。義理にしては確かに面影が似ていますね。こら、初対面でさすがにぶしつけだろ。七組の皆様は初めまして。皆さんのことは前々から息子からの手紙で伺っています。マテウス・ヴァンダールが後添い、オリエ・ヴァンダールと申します。どうかお見知りおきのほどを。
別に必要ないぜ。興味深いな。具体的には誰をどうやってこますんだ？ギャップも可愛らしいというか。
兄様、皆さん。あ、エリセさん、噂をすれば。デートでの演習を開始するのは伺っていましたが、まさか初日にお会いできるとは思っていませんでした。
新七組始めたみたいね。エマやババ様たちと合わせてそちらはお任せしようかしら。
行くぞ。はっ、崩れた、崩れた。敵か、面白い。はっ、強そうね、気をつけて。行くぞ。そこだ、行くぞ。遅い。お返しだ。いいぜ。ほら。よし。崩れた。ここで決断。僕の番だな。崩れた。ここで強化。よーセット、トライカー発生。あわい、崩れた。ここだ。
せい、せい。上等だ、かかってこいや。くせえだ、遅い。僕の番だな。そこだ、ここで教訓。いいぜ、私の番ね。やって、俺の番だな。もう終わりかよ。ありがとう、クルト。助かったぞ。いえ、それはこちらのセリフです。トレジャーを発見しました。標的発見、警戒してください。僕の番だな。崩れた。行くぞ。崩れたぜ。い、
よし、これで大丈夫ね。
抜きで行くわよ。ありがとう、クルタ。なかなかいい釣り場みたいだ。これかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。やった、大物だ。それかかった。いい感じだな。よし、ゲットだ。まずまずだな。それかかった。逃げられたか。それかかった。これは期待できそうだ。
やった、大物だ。これかかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。お宝じゃねえか。脇道がありやがるな。どうやら手配魔獣はその先にいるみたいだ。準備は万端。それじゃあ行こっか。はっ、相手にとって不足はねえ。俺の番だな。くせえだ。遅っ。僕の番だ。そこだ。俺の番だな。さーて崩れたぜ。
か、助けてください。こんなところで食べられちゃうなんて、そんなのあんまりですよ。ああ、まさか助けてくださるとか。まさに煉獄に女神。さあさあ、やっちゃってください。手にとって不足はねえ。ない。しゃらくせえ。お返しさん、行くぞ。打ちのめす。はい、行くぞ。シート、悪くねえ手応えだったな。先日の逍遥祭の成果がちゃんと出ているみたいですね。いやー、助かりましたよ。いや、無事でよかったです。怪我などはありませんか？いえいえ、ちょうど皆さんが駆けつけてくださったおかげで。それで何をやってるんですか、トマス教官。おや、そこにいるのはリン君。久しぶりですね。トールズの分校に就職したんですっけ。え、教官というと。リン教官の本校時代の。
その通りです。はじめまして、新7組の諸君。元トールズ本校の歴史学教官、トマス・ライサンダーと言います。今はフリーの歴史学者をしているので、どうかよろしくお願いしますね。ドミニオン第2位、箱使いライサンダー。それが私の正式な身分とあだ名です。
めましょう。やって、マイ今だ、クッタ頼んだ。僕の番だな、カウント。そこだ、ありがとう。
ません。こんな大勢で押しかけて。なに、僕らも一度ご挨拶したかったからね。いやー、この子の後輩が灰色の騎士様っていうのは前から知ってたんだけど、まさか同じ職場勤めになるなんて、これは呼ばなきゃと思ったのさ。ちょっとおばさん。ふん、いい気になんなよ、リンシュバルト。いくら有名だって中身のないやつにトア姉ちゃんは渡せねえかな。もうカイ君もお兄さんに失礼でしょ。
じまじと見ないで。あんまり女の子らしくないでしょ。この部屋もいずれカイ君に譲ろうと思っているんだけど、おばさんたちがまだ早いって片付けさせてくれないんだよね。あ、うん、大半はお父さんとお母さんのかな。政治学と経済学が専攻だったから、そういった関連がやっぱり多いかも。隣の部屋はおじいちゃんの書斎で、天文学だけじゃなくていろいろなジャンルの本があってね。考えてみれば小さい頃から本に囲まれて暮らしてきたな。
けだからそろそろ午後の活動を再開するぞ。え、わ、しまった。やはりステルスモードに切り替えないと。たく、気配通より鼻が効くとかじゃねえのか。いっそフェロモン入りの香水を試してみましょうか。すみません、ちょうど教官を呼びに来たところで。そうそう、邪魔するのもあれというか。てっきり二人してちちくり合ってるかと思ったんだが。ちちくり、アーシュ君。あんたね。それはそうと、旧7組の方々とは今夜お会いする予定なんですね。なるほど、私たちが本日のレポートを書いている最中ですか。いや、まだそう決まったわけじゃ。クルト、君の方からも何か。すみません、無理です。